ライオンズ対サンフレッチェ広島、ここで試合に先立ちまして両チームスターティングラインアップの発表です。まず先ほどに西田サンフレッチェ広島のスターティングラインアップです。38番ゴールキーパー大迫敬介、2番ディフェンダー野上裕樹、4番ディフェンダー荒木隼人、19番ディフェンダー佐々木翔、41番ディフェンダー奈良岡洋一、27番ディフェンダー海野、17番ディフェンダー夏本大志、10番ディフェンダー藤井智、29番ディフェンダー浅野雄也、30番ミッドフィルダー柴崎浩生、37番フォワードジュニオール・サントス、続いてリザーブの選手です。1番ゴールキーパー林拓人、33番ディフェンダー今津優太、14番ミッドフィルダーエゼキエル、18番ミッドフィルダー柏良文、24番ミッドフィルダー東俊樹、26番ミッドフィルダー土肥光大、9番フォワードドーグラス・ビエイナ、監督城福博。以上がビジターサンフレッチェ広島のスターティングラインナップです。
主審上田達也、副審五十嵐博之、堀川浩二、高速車で陸宮隆文、VAR 小屋光栄、AVAR 中村俊、以上6審判団でございます。なお、この試合のマッチコミッショナーは松浦俊夫です。2021年